じゃあ最初に簡単にもうあの報道でもいっぱい出てると思いますけれどもえっ、ー、とガザで、えー、といわゆる ワクチンによる新潟のポリオが発見されてから世界保健機関、ユニセフそれから我々を含めて地元の保健所と一緒にあのポリオのキャンペーンをしないといけないということでずっと準備をしていてものすごく時間がかかったんですけれどもようやくあさっての日曜から始まります。で今その最終準備をしています。でそれでその準備の支援のために私も昨日ガザに入りました。すすいませんこんんこななちょっとその t シャツでで申し訳ないんですがであの キャンペーンなんですけども、今のところ3つの状況、状態に分かれて始めると。で、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3ですね。で、それであのガザにいる220万人のうちの10歳以下、大体60万人強に、えー、とワクチンの接種をするということで、今、準備をしています。で、そのフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3はなんですけれども、 あのまずガザのです、ね、中部である中部の地区をまず最初の対象にしてそれであの3日間の予防接種をして1日の,あのキャッチアップといって漏れた子どもさんを接種するということをしてでそれから次にフェーズ2に行ってこれは南部のハンユニス・ラファ一番大きな地域ですけどそこをまた3日とつい、えー、プラス13、3+1 でやってでそれが終わったら今度はガザ北部に行ってガザ市と,、えー、とガザ北部 の両県ににってまた日日と1日にするとですから4日間4日間4日間で3回やって12日間であの全体の、えっとえっと、60万人子どもさんの大体9割ぐらいの接種をするということを目標に今準備をしています。でそれをやるためにはワクチンもきちんともう届きましたし120万を超えるワクチンが来てもうまたこれからも来ると予定なんですけれどもそういう準備を着々としています。 でですねあのいろいろな準備がに時間がかかって本来でしたら先月の中旬に始めるところだったんですけどもやはり戦闘行為が続いていて戦闘行為が続いている間は予防接種はあの我々保健職員それから来てくれる親御さん子供さんが危ないのでできないのでとにかく戦闘行為まず。 予防接種をしている間は止めていただくということをずっとお願いして、それとともにですね、あのいろんな戦闘下にありますので、人々の移動が非常に多くて、あのどの地域にどんだけ人が住んでいるというのは、今でも毎日毎日変わっているので、ですねそれをきちんと追っていきながら、えー、時間をあの、えー、と準備を続けていました。でそれで時間がかかって、ですねようやく今週の日曜日、9月1日から始まります。であの9月1日から何をするかというと、ですね大体9月あの、この中部地域に住んでいるのが、 530万人ぐらいの人がいるんですけれども、フェーズ1はです、ね、中部地域なんですけれども、530万人ぐらいの人がいて、そのうちの えと100 10 15万6千人15万0千人が子どもさんですね、ですから500万人中15万6千人が10歳以下の子どもさんで、その子どもさんを対象に予防接種を行います。もうワクチンもあの入ってますので、でえー、とそれはですね大体あのワクチンを接種する人とワクチンの接種を記録する人、それから人々の動員をかける、そういう人たちが一つのチームになって、いろんなところに張り込んでですね接種をしていきます。大体今の計画です と513のチームを作って、そのうち、えー、174が普通のクリニックですね、いろんなクリニック、あるいはめあの、えー、きちんとしたところへのメディカルポイントって言って小さな診療所に行って、252があの移動するモーバイルクリニックに移って、そこでいろんなところを訪ねていって接種をすると。でそれとともに、ですねあのこのやはり戦闘行為が続いていますので、例えば中部地域で言いますと。 あのサラハッディン通りで真ん中を走るところから西側の地域だけがあの一応なんて言うんですかあの自由に予防接種に動けるところなんですけれどもその外側ですねそれの東側の国境目サラハッディン通りから国境まではあの。 えーとイスラエル側とコーディネートをしながらここに行きますということを言いながらあのその地域に行くと、ただ住んでる人はあのぜ相対的に少ないのであの、数としては多くないんですけども、やはり治安上、どうやってそれを守るかというのが大事で、それをやるです、ね、スペシャルチームが48あって、ですからあのクリニック174、そしてモーバイルでいろんなところを回るのが25 252、そしてあの、えー、とそういわゆるあの安定化したゾーンの外側に行くのが48。 で、それとともにですね。あの、元々はあの？ えっと、南側は全部で一緒にやりたかったんですけどもやはり戦闘行為が続いているということで南側を2つに分けて中部とあーさらに南部を分けてですからその最初のフェーズ1ではあの中部だけしかしないのでその人々の移動がやはりどうしても起こるので人々の移動が起こりそうなところにトランジットチームというんですけれどもあの予防接種をする人をつけてその人たちが予防接種をしますすそそののチチーームムががでででねだから全部うういう形でやります。 で私が所属するウン r w は全部で264チームを作っていますので大体半分ぐらいが我々ウン r が活動するということでウン r w の重要性がこのガザでも再,再度認識されたんだと思います。でそういう形で3日間やっていってで数を数えていきながらで数の数え方はです、ね、あの予防接種に来た子どもさんの指先にあのいわゆる油性のマーカーで印をつけて特殊な印をつけてこれが大体45日持ちますのでそうやってあの 一応、登録はしますけれども、まず何人予防接種かを数えて、で全体の150 15万6千人の9割ぐらいに行くかどうかを見ていきながら、また続けていきます。で、あのいろんな状況によってあの、9割届かないところがあるかもしれませんけれども、その際はあの予防接種をですね、例えばクリニックとか大きなあの保健支出では続けていくと。ただそのフェーズ2、 あいわゆる、ね、反ユニスラファの南部の方の、うん、予防接種は止めずにそのまんま5日目からまだ始める予定です。 であの関係者の指揮は非常に高いですやはりあのガザの状況は本当にひどくて、ですね例えばその職員のほとんどがテント暮らしであるとか、日常用品が手に入らない、今、あの石鹸とかシャンプーとか、そういう生活必需品が手に入らないというのがあるんですけども、やはりその中で今まできちんと続けてきたあの保険活動をきちんあのができるということをみんなに見せるんだということで、非常に意気は強いです。 それとともにですね、やはりあの非常に大所帯の予防接種になりますので我々の方でも臨時の職員を雇ってそれに対応していきます。ですからん今のところは9月1日からきちんと予防接種が始まります。 であのヒューマニタリアンポーズは朝6時から午後の2時まであるんですけれども、まあ、朝の6時というのはそ、それから準備をしてとていうことですから、大体いい7時半か8時ぐらいから始まって、1時ぐらいに終わって、そしてあの撤収をして、朝6時から午後2時の間の,あのヒューマニタリアンあの停戦の時間に予防接種をやるということができるというふうに思っております。最初8月の中の中旬にガザの保健当局があの ポリオの1番目の患者発生というのを発表したと思うんですけど、その後あの、ポリオってどれぐらい広がって、どれぐらい深刻なのかと、もしくはあの広がる兆候などがあれば教えていただければと思うんですけど。